どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うがです。続きいきましょう。滑走路なら対岸へ向かおうと旋回した。その時。丘の上に人影が見えた。二人いる。女の子だろうか。こっちを見上げてるみたいだった。小鳥みたいにグライダー好きの子だったりして。勝手な想像をしつつ、俺は風車の丘を後にした。これから着陸体制に入る。了解。着陸するって。それじゃあ操縦開始します。了解。緊張気味にうなずくと、先輩は操縦桿を握った。グライダーの軸は最も多いのは着陸時だという。飛行状態から降下して地面と接触するため一つのミスから物理的なダメージを受けやすいのだという。着陸が難しいのは、普通に操縦桿を前に倒して降下すると速度が上がってしまうというところだ。速度が荒れすぎると着陸時の衝撃が大きくなるし、着陸後に止まりきれず滑走路からはみ出したり障害物と衝突する恐れがある。だからなるべく速度を出さないように高度を下げる必要があった。そのためグライダーの主翼には揚力を減らすための装置がいくつか取り付けられている。要は揚力を減らすことで速度を上げずに高度だけを下げようというわけだ。とにかくシンプルな構造をしたグライダーだが、そういった離着陸時に読み使用される装置がいくつか取り付けられていた。降りてきた。いいよいいよ、そのまま。頑張れ頑張れ。どうす、うわっ。アマネ先輩は、お尻こそ知らなかったものの、着陸の瞬間、まるで落下するように地面に接触した。大地に降りたグライダーは数メートルほど走った後、車輪ブレーキによって停止した。おかえり。キャノピーを開くと、アゲハが顔を突っ込んできた。ただいま。シートベルトを外し、狭いコックピットから入れる。先輩、大丈夫ですか？ああ、大丈夫だ。先輩も、ノロノロとシートベルトを外す。俺は先に降りて、先輩に手を貸す。久しぶり。といっても、10分少々だが、久しぶりに踏む地面の感触が妙に懐かしい。アゲハル少し遅れて到着した小鳥が、我先にって感じで質問を浴びせてくる。ああ、なんつうか。最高だった。最高に気持ちいい。他に感想が思い浮かばなかった。やっぱり。どのくらい飛んでた？だいたい15分ってとこかな。ねえねえ、風車の丘まで行ったの？ああ、ちょっとだけだけどな。なかなかいい眺めだった。いいな、いいな。お疲れ様です、アマネ先輩。アゲハが先輩にミネラルウォーターのボトルを渡す。直射日光を受け続けるコックピットの中は恐ろしいほどの暑さだった。ありがとう。どうでしたか？主翼の具合は。以前よりも全然滑空が滑らかで、いい感じだった。よし。でも途中でフラフラしてましたよね。ああ、エルロンがピーキーすぎた。少し調整しないと。他には何か問題ありましたか？そうだね。
浮かれている俺と小鳥の横でアゲハが天音先輩と事務的なやり取りを進める。もう少し飛んでみないとわからないが、今のところそのくらいかな。了解っす。じゃあすぐエルロンの調整だけしちゃいましょう。アゲハが張り切って工具を取りに行く。何してるの、みんな手伝ってよ。今日中に飛べるだけ飛ぶんだから。テストはまだ始まったばかりだ。それから何回かテストをした。今日の主な目的は完成したばかりの主翼のテスト、修理したケーキのチェック、そして俺のフライト訓練だ。シミュレーターをやり込んでいたおかげで俺は最初からそれなりに操縦することができた。本物に乗ってみて分かったけれど、天音先輩のシミュレートはかなり実際のフライトに近い感覚が得られる。さすがと言わざるを得ないところだろう。エルロンの調整が終わった後、俺は離着陸の練習もさせてもらい、基本的な操縦はできるようになった。よかった。5度目のフライトから戻ってきた俺たちをアゲハたちが出迎えた。お疲れ。キャノピーを解放し、うなる。あっちー。おい、水。どうやらこの季節のフライトに水は欠かせないようだ。だいぶ慣れてきたんじゃない。あ、コックピットに体が馴染んできた。さっきの旋回すごく綺麗だったわ。着陸もアマネちゃんよりスムーズだった。葵くんは上達が早いな。アマネ先輩が喜んでいるような、拗ねているような複雑な調子で言う。まだ自分の不器用さにコンプレックスを抱いてるんだろう。さすがに疲れた。ちょっと休憩。地面に降り立つと少し足元がふらついた。疲れよりも長く空にいたせいで平行感覚が狂っているんだろう。十分テストできたし、続きはお昼を食べた後でいいか。そうしますか。そんな話を進めていると小鳥が、あのさ、私も乗りたい。アムネ先輩が俺を見た。いやいやいや、俺が乗せちゃまずいでしょ。免許持ってるのは先輩だし。でももう君の方が上手だぞ。普通に飛ぶ分にはそうかもしれないが、いつもトラブルフリーでフライトできるとは限らない。何かあった時俺じゃ対応できない。アマネちゃん操縦してよ。あんた正気？反射的に言ったアゲハにアマネ先輩が少々傷ついた顔をする。しかし後部座席に座っていて天音先輩の掃除を間近で見ていると、ちょっと心臓に悪いくらいハラハラするのは確かだ。いいの、命をかけるだけの価値はあると思うけど。私たちで作った翼だもんね。小鳥がコクンとうなずく。あ、分かった。じゃあランチの前にもう一度だけ飛ぼうか。小鳥が車椅子の上で万歳する。じゃあ私がウィンチ操作します。葵、小鳥を後ろに乗せるから手伝って。はいよ。オルトアゲハで小鳥を担いで後部座席に乗せる。お尻大丈夫？緩くない？うん、ちょうどいい感じ。どうしたんですか先輩。気持ちはわかりますけど、後ろの人がもっと不安になるんで。平気よ。準備しつつアゲハがウィンチ操作に向かうのを待つ。発行準備が整った。俺はアゲハに離陸開始の合図を送る。ワク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 。あれ？一向にウィンチが作動しない。おーい、どうしたんだ。アゲハがこっちに向かって両手をブンブン振っている。次の瞬間、あ、怖い怖い怖い。ウィンチから黒い煙が立ち上がった。なんか煙出てる？あ、本当だ。
ちょっと行ってきます。念のため高校策をリリースしてください。了解。先輩が高校策を外したのを確認してウィンチのところまで走っていく。どうしたんだ。なんか壊れちゃったみたい。のろしのように上がる黒煙を見上げながらアゲハが途方に暮れた声でそう告げた。マジかー。ダメだ、壊れてる。油まみれになりながらウィンチの内部を調べていた天音先輩が絶望的な一言を放った。そんな、飛ぶ気満々だった小鳥がしょぼくれる。どうやら老朽した部品の一つが壊れ動かなくなってしまったらしい。発行前でよかったわ。離陸途中で故障してたら大事故になってたかも。天音先輩がその通りだとうなずく。直せるんですかこれ。自力では難しいだろうな。業者に修理を依頼しないと。結構時間かかるんじゃないですか。1日や2日じゃ無理だろうな。そもそもこのごつい機械を回収してもらうだけでも大変な労力がかかる。ぶっちゃけ時間よりも費用の方が心配だった。ってことは今日のテストはここまでだ。車椅子の上で小鳥が真っ白に燃え尽きていた。ご愁傷様でありんす。次回へ行きます。お楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございました。まこまり製薬の伊藤洋司。なんか聞いたことあるな。どっかの CM で聞いたことがある。明日の動画でお会いしましょう。こまり製薬の伊藤洋司。いや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 揃えろよ。ごめん。